Hi, I'm Yusei. I'm 23 years old. I've been staying in Baguio for 4 months as a EOP student. Nice to meet you. 私は、仕事についていて、5年間ある仕事をしていて、それを辞めてから留学しました。最初は4年ぐらい前に、海外のアーティストの、コンサートに行ったんですね。その時に、その方の MC が全く理解できなくて、そこで悔しい思いをすごいして、そこから英語の勉強をし始めたのが、まず初めのきっかけですね。まず初めに、やっぱり、留学をしたいって考えた時に、最初に調べたのはやっぱりアメリカとかカナダの方だったんですよ。ですけど、やはりすごく高いんですよね。300万とか400万とか半年とかで。で、勉強するならしっかりしたかったんで、それに調べていくうちに、そちらの方の留学は、グループクラスの場合が多くて、マンツーマンクラスではないんだと思って、で、調べてみたらフィリピンを見つけて、それでフィリピンにしようかなっていうふうに決めました。やっぱり安いですし。で、セブとバギオ、なんでバギオを選んだかなんですけど、最初はすごく迷って、で、結局どちらも行くことに決めて、で、最初にバギオで、やっぱりバギオの方が、なんていうんですかね、調べた結果だと、勉強に集中するっていう感じだったんで、最初に3ヶ月、集中して英語力を身につけて、で、セブの方で、外国人の方と話したりして実践をするっていうので3ヶ月でする予定だったんですけど、ちょっとコロナの影響で行けなくなってしまって、また次の機会なんですけど。なるほど。で、ということでバギオに最初選びました。フィリピンの留学、語学留学は大体マンツーマンクラスだったんで、すごく迷って、その中でいろんなルールとかがあって、その中でやっぱり自分の中で引っかかったのが EOP、他の学校でもその制度を取り入れてる学校はあったんですけど、やっぱりストーリーシェアの EOP は24時間どこに学校外でも、学校内はもちろん学校外でも、友達と飲みに行ってる時でも、例えばバーとかで日本人に会ったとしても EOP を守るっていうのが、ストーリーシェアの EOP だったんで選びました。そういう環境に入るのもちょっと憧れだったんで、ちゃんと守りました。やっぱり、ルールはルールなんですけど、それを守るのは生徒さんたちっていうのを最初に日本語オリエンテーションって言われて、そうだな、これは忘れないようにしないとということで頭にずっと入れて、で、なんで、私たちは EOP を選んでるかっていうと、私たちの英語力が上達しやすいように、すぐ上達できるようにっていうので、このルールを自分たちでは守ってるんで、これはちゃんと守ってました。そうですね、まず最初にこの学校に最初に着いた時は本当に英語が全く喋れなくて、で、その中で EOP を最初に選んじゃってたんで、最初にリビングに少しいるのも、時間を過ごすのも厳しいなって感じたぐらいだったんで、最初はすごい、ハードな時間を過ごしたんですけど、やっぱり、日本人の方が生徒さんたちも、それにもちろん、フィリピンの先生方もすごく優しいですし、話しかけてくれますし、とりあえず最初は笑顔を作って、それで、リビングで時間を過ごして、先生たちとか生徒とかと話すきっかけを作るのが、最初は大切でした。まず初めに語学留学に来てるということは、ライティングとか、
リーディングを伸ばしたいというよりはスピーキング力とリスニング力を鍛えたいと思うんですよ皆さん、うん、だからまずはじめに自分からきっかけを作って、自分からきっかけを作ってそういう例えば先生たちがいるところに、で時間を過ごしてで会話のきっかけを作るとか、うん、EOP の強みは、授業外でもあの英語の練習プラクティスができるっていうのが 強みだと思うんですよ、うん、毎回日常会話での、ちょっとした日常会話をなんて言うんだっけって思った時に調べたりしてそこで何回もその言葉を使って話せるようになるみたいなのが結構強みだと思います、うん、なるほど。こっちとしてはすごい厳しかったんですけどでもああいい選択をしたなと思いましたね。それぐらいですかね。ちゃんと守られてます、はい、授業中はもちろん訂正してくれて、うん、ですごい細かい間違いとか漢詩とかの、うん、あ、あん、だとかも訂正してくれたり、うん、いや特に授業外でも日常会話をしてる休憩の時間とかでも訂正をしてくれますね先生、はい、CL なんですけど本当に日常会話でよく出てくるような話題とか、うん、ボキャブラリーを広げて、最初にボキャブラリーをそのボキャブラリーを使った会話の練習でその後にちょっとミオさんのすいませんちょっとイディオムとかも混ぜてあったり、そういうので日常的に使える、のが良かったですね。なるほど。で、SBS。SBS は、人と人との会話を基準に作られているんで、はい、あるパートでも、はい、あとは、いや、そうですね、先生たちと会話をしているような感覚で何回も 2回3回繰り返して練習するっていうのが基本 で、うんはい、で言えなかったら何度も何度も繰り返しなんで、はい、完全にそのフレーズが言えて自分で変えて自分のシチュエーションに、置き換えて作れるぐらい、練習するんで結構、使ったりしてますねそのSBS のセンテンス、あ、なるほど。はい、で日記みたいな物語短い物語みたいなページがあるんですけどいわゆるリーディングパートそうですね、うんはいうん、そこでも結構大切なボキャブラリーが盛り込まれているんで、うんうん、テストとかでもそこでそこの、うん、そこのボキャブラリーを重要要点にして使われたり、うん、質問されたりっていうので、はい、結構使われてますねテストも結構大切だと思う、うんうん、食事についてそうですね私が思ってたのはあきっと何ヶ月かフィリピンで過ごしたらあ日本食恋しいなんて言ってるんだろうなっていう自分の姿が浮かんでたんですけど、はい、本当に極限に恋しくなったってことはなかったですね、うん、やっぱり刺身食べたい納豆食べたいってのがあったんですけど、うんうん、日本にアテとかクヤが日本に日本の味に近い食事を出してくれてるんで、はい、そこに対しての、うん、不満とかはなく逆に満足でしたね、はい、週末とかは自分で作らなきゃなんですけど、うん、そこでカップヌードルとかばっか食べてたんでうん、うん、月火水木金の普通の食事がすごい恋しかったです、うんストーリーシェアのミオさんの多分提案にもあるように、うん、自己学習が苦手な方は授業のコマを増やして、するのが増やすのがおすすめだみたいなのがあったんですけど、うん、まあ本当に自己学習が苦手で自分はで8コマ最初に取ったんですけど、はいそこで毎回授業で学んで、はい、次に復習も兼ねて10分や20分取ってそこから新しいトピックに行ってっていうのを毎日繰り返してたんで
嫌でも覚えられましたね。最初は過去形とかは知ってはいたんですけど、いざ会話になるとやっぱり日本人特有の頭が真っ白になって言葉が出てこなくなっちゃう、あれがやっぱり自分もあって、うん、でしかもカメラで撮られてるとかも結構、うん、緊張を作る、私の緊張を作った要因であって、うん、過去形とか未来形とかも全く使えてなくて、今はちゃんと意識して使えて先生たちとも会話ができて、うんうん、あここは省いても会話台では省いても伝わるところだから短く言おうとか、うん、そういうコツとかも分かってきたので、うんうん、そうですね、今はあの頃とは比べようにならないと思いますやっぱり人生は一度なんで臭いんですけど、やりたいことはやって、うん、やってみないと、やらないと後悔するなと思ったんで、で引っかかってたのがやっぱり年齢なんですけど、自分も23歳で日本人からしたらそんなに若くはない年齢になってきてると思うんで、結構決断したっちゃ決断したんですけど、その中で年齢、海外に今こうやって住んでみて年齢って本当に関係ないなって思って、みんな平等ですし、その中で人のスキルとかあとは人間性とかを重視に皆さん見て、海外の方は見てるんで、本当に年齢でちょっと一歩くじかれてるなら、海外に来ちゃえばそこはもう関係ないんで、まずは やって後悔しないようにしてみてください、はい、僕は全く後悔ないんで頑張ってください、はい、以上です。ありがとうございます。 Thank you very much. Thank you very much.